アレアンドロ・ロージは、イタリア・ローマ出身のサッカー選手。ペルジャ・カルチョ所属。ポジションは、右サイドのウィング、その攻撃力を活かした、サイドバックとしてもプレーする。ユース時代に、SS ラチオから、同じローマに本拠をクライバルである AS ローマへと、移籍した経験を持つ。2004から05シーズンに、セリエ A デビュー。2年目から徐々に出場機会を増やし、 2006から07シーズンにはリーグ戦19試合に出場し UEFA チャンピオンズリーグデビューも果たした2007から082008から09シーズンはそれぞれ AC キエーボベローナ a リボルノカルチョとセリエ B のクラブへのレンタルで経験を積んだ後2009年夏に AC シエナへ共同保有で移籍同クラブでは定位置をつかんだもののクラブは セリエ B 広角となり、2009から10シーズン終了後にローマへ復帰した。2011年6月にはローマがシエーナより全保有権を買い戻し、2011から12シーズンはルイス・エンリッケ監督の下で21試合に出場した。2012年8月、ローマとの契約を解消し、パルマ FC と5年契約を結んだ。2014年1月21日、 チームメイトの4人と共に、US サッソーロカルチョに期限付き移籍した。2014年7月5日、テイジェール・ダーニエルと交換される形で、ジェノア・ CFC に移籍。翌年2月2日、アッコフ・フィオレンティーナにレンタルで加入した。2015から16シーズンには、セリー A 初昇格を果たした、フロジノオネ・カルチョで、右サイドバックのレギュラーを務めたが、 クラブは1年で降格となった。翌シーズンは FC、黒トーネーへローンとなり、再びセリエ A 初昇格のクラブでプレーした。2017から18シーズンが終了すると、ジェノアとの契約を更新せず、フリーとなった。2019年2月5日、ペルージャカルチョへ2021年6月までの契約で移籍した。各アンダー世代で、イタリア代表選出経験がある。 フィチャーレイ、ロシアルパルマ。tutomercatoweb.com t。http://www.tutomercatoweb.com t b. Com, ッスラッシュ。アクション、イコールリード&、ID イコール375020フィチャーレイ、パルマ。 m-a-x-a-s-c-a-m-b-i-o-c-o-l-s-a-s-s-u-o-l-o.c-i-n-q-u-e-g-i-o-c-a-t-o-r-i-c-o-i-n-v-o-l-t-i-t-u-t-t-o-m-e-r-c-a-t-o-w-e-b.com2014 年1月21日付けハット。フィチャーレイ、パルマ。 ros ialgenoa.arrivatoszertutomercatoweb.com2014 年7月5日付、ハット、フィチャーレイ、フィオレンティーナ、t a l g e n o a a r r i v a t o s m e r c t o w e b c o m 2 0 1 5年2月2日付、 セリエー初昇格のフロジノーネ、ジェノアからロージオレンタルで獲得。超ワールドサッカー。2019年1月6日閲覧。黒トーネ、ジェノアから経験豊富な右 SB、ロージオレンタルで獲得。超ワールドサッカー。2019年1月6日閲覧。コンロシ。tutomercatoweb.com 2019年1月6日閲覧。フィチャーレイ、ペルギア、プレイソロスビンケラトロシパーラファシャデストラ。2019年2月6日閲覧。ありがとうございます。